第1、第3木曜日にお送りしております住まいの相談所、皆さんからいただいた住まいに関するご質問に株式会社有権かかりつけ大工の山田正明社長にお答えいただくというコーナーでございまして、今日も山田社長に来てもらいました。山田社長おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。では早速今日よろしくお願いします。はい、今日は匿名でいただいたご質問、ご自宅のですね耐震性能の疑問についてという ご質問いただきました。それについてお答えしていきたいと思います。はい、住まいの相談所ホームページ内にはすでにですねお答え記載してあります。ご覧になることができるようだったらそちらの内容を見ながら、お聞きいただいた方が分かりやすいかもしれないんですけどね。はいはい、はい、高村さん神野さんの方にちょっと資料をお渡しさせてもらってるんだけど、こういうあの建築年度で耐震性をチェックっていう、これあの日本、木造住宅耐震補強協同組合という、はい、あの木耐協と言われる、うんうん、私たちも加盟している組合があるんですけども、はいはいはい、そちらが出てる資料で、これ実は耐震性能というものについてはですね今日まであの大規模地震とともにずっと変わってきてるんですよね。で今回のご相談者様の実は建築が昭和60年ということなので、実はこれ新耐震基準の時期に入るんですよ。新耐震基準、はい、これあのということはその耐震性の問題はないんですかね。それがですね2016年の熊本地震まではですね旧耐震基準、はいはい、昭和56年より前の建物を補強していこうという流れが主流だったんですけど、でしたよね。よくほらマンションとかでもそうですけども、あのだから昭和55年以前のものは気をつけましょうとかよく言ってましたよね。そうですね、それを、ね、補強していく流れが主流だったんだけど、熊本地震ではね新耐震基準の建物も相当数実は被害が出てるんですね。そうですか。現在ではその新耐震基準の建物も補強しようという動きがちょっと出てきてるんですよ。そうなんですか。はい、ということは新耐震基準の家でも性能が不足しているということですか。そうですね、そちらがちょっと資料で見ていただくとですね、ホームページの方ももちろん、掲載してるんですけども、8100住宅新耐震基準住宅の耐震診断結果っていうのが、これも同じように木耐協が2019年の1月に出したものなんですけども、その資料を見ていただくとですね、はい、2000年、改正、まあ、あの2000年に 新耐震基準が実はあの要は1995年の、阪神淡路大震災、あれを境にして、法改正されてるんですよ、2000年にね。はいはいはい、それまでの、耐震基準に対して2000年の基準中ものの間、81年からちょうど2000年の間なんだ、これは8100という期間でそういう名前で呼んでるんですよね。はいはい、この8100住宅っていうのは、2019年統計で見るとですね、現行の耐震性の数値が1、要は2000年の基準でいう1に満たないものっていうのが全体の実は85.64%、それほとんどってことですよね。はい、でこの資料を見ているとその1未満は倒壊する可能性があるっていうことなんですね。そうなんですね。で1でも実際どうかっていうと、あの一応倒壊しないなんて書き方がされたんですけど、実は耐震基準上で耐震基準でいうその、建築基準法でいう1っていうのは、考え方でいうとやはり、命を守るっていう部分になったんですよね。なので烈震を受けると倒壊する可能性があるっていうことに今この話だとなってしまう。で実際に熊本の地震で被害を受けた統計っていうのがあるんですけど、これが8100、まあ、これ資料の3になるんですけど、はいはいはい、こちら見ていただくとですね、8100住宅に対して、まあ、被害統計があるんですけど、これすごいですよね。8100では 18.4% が大阪、大阪じゃない、大きく壊れていると大破していると、で、倒壊崩壊ということになってますもんね。やっぱり2000年以降の建物でもやっぱり多少こう被害があるんですけど、非常にこう少なくなってるのは分かりますよね。はい、なのでやっぱり2000年基準以上っていうのはね、あの非常にある程度理にかなってる部分があるのかもしれないんだけども、あくまで近年の建物でも耐震性の1建築可能なんです。あ、今建てることも可能なんですね。です一応1でもね、1で OK なんですね。建築基準法では1以上のも作りませんので。ただ熊本の地震ではね、短期間で烈震が2回来てますよね。はいはい、あの記憶にも新しいかと思うんですけども、あの建築基準の1はやっぱりあくまで先ほど言ったように倒壊せず命を守れる程度っていう考え方になってしまう。そうなるとね、財産守れるのかっていうとちょっとそういう意味ではないっていうことになってしまうんですよね。で
最近では、耐震等級3っていう話も多いそうですね。そうですね、うん、この耐震等級っていう概念もですね、実はいろいろと面白い話があるので、こちらはちょっと次回にお話しさせてもらおうかなと思うんですけど、うんうんうん、耐震等級3で建てられるとやっぱり新築の建物ですね、今建てられるからね、はいはい、それに対してやっぱ既存の住宅の耐震性能、これはですねやっぱ 1.5 以上の引き上げ、まあ、補強ですね、うん、を私は進めさせてもらってます、はいはい、やっぱり 1.5 以上になってくるとやっぱ倒壊しないっていう判定にやっぱなってくるので、はい、そうですね、で大きな地震の後にやっぱり避難をしよう、うんうん、あの命は守れた、うん、じゃあ避難しようっていうことを考えると、この程度の補強はやっぱり必要だろう、まあ、熊本の地震を見てるとですね、うんうんうん、繰り返し地震、大きな地震が来る可能性があるとするとっていう考え方になっちゃうのかもしれないですけど、うんうん、まあ、この地区でも南海トラフだって言ってます、そうですよ、濃尾地震だって言ってます、そうですよ、三河地震だって言ってます、やっぱり2度3度来る可能性があるので、うんうん、列震以上の揺れがですね、昨日も大きい地震ありましたね、ね、そうですね、うん、ね、まあ、これね考え方いろいろあると思うんですけども、そういう大きなのが来た時にですね、はい、まず一番は何よりも命は守らなきゃいけない、うん、 でそのためにはその場で家が倒壊崩壊するようだと命守れないですもんね、はい、うん、だけども命は守れた、逃げられたけども、うん、でもこの家を今後住んでいけるかというとまたそれも違うとか、違うってことですね、うん、そういうことで、まあ、このね、この等級というのもいろいろあると思いますけど、そうですね、こういうふうに実際のデータで分かりやすく教えていただくとありがたいですよ ね、はい、ね、どうぞ皆さん今日のお話気になった方もですね、これあのもうゆうけんさんのホームページ出てるんですね、出てますね、さらにやっぱり、ね、補強のことを考えてもらうと、さらに考えておいてもらいたいと、やっぱり家具転倒防止、避難経路の確保、地震の後に実際避難しやすい状況を作ってるっていうのがやっぱあるのでね、はい、わかりました、はい、皆さんかかりつけ大工の住まいの相談所、ぜひねご相談、他の方もねまたいただきたいと思います。お問い合わせの番号もご紹介しておきましょう。はい、かかりつけ大工ゆうけんはフリーダイヤル0120-947-997、繰り返します、0120-947-997。ホームページはかかりつけ大工で検索してください。あとうちの番組からも飛ぶようにできておりますので ね、ご利用ください、はい、さあ山田社長、次回のご出演は来月になりますね。はい、そうですね、7月の2日木曜日のこの時間にお伺いさせてもらいます。次回はなんでどちらかというと、新築住宅をこれから建築したい方にとっても大切な話になると思います。途中話した耐震等級についてお話したいと思います。はい、わかりました。今日はかかりつけ大工でおなじみ株式会社ゆうけんの山田社長にお話を伺いました。山田社長どうもありがとうございました。